え、きくろさん、こんばんは。武井さんは福祉業界にどんな印象をお持ちですか自分は福祉業界が嫌すぎて今にでも離れたいですが、稼ぐ方法をこれぐらいしか知らないのと、そういう夢を追いかけて失敗して奥さんに迷惑をかけた思いがあり、なんとか踏ん張ってます。福祉業界うん。どうなんでしょうね。まあ、大変な業界だろうな。 って思います賃金もそんなにあの高いわけじゃないと思うしだけど社会的に絶対必要な事業なのであ誰かが頑張ってくれてるっていうのが社会の支えなんだろうと思うけど、うん、<laughs> まあ別にやめたきゃやめられない,いと思うけどや、まあ、めて他に 稼げるものがないって思い込んでんだったらやめた方がいいあの、やめるのやめた方がいいんじゃないですかもうそれしかないって思い込んでんだったら、世の中には金を稼ぐ方法も技術も知識も山ほど転がってんのに、それを手に入れることを、あの、なんていうの、手に入れる努力を、まあ、怠ってるだけだから、うん、仕事しながらだってそういう新しい技術や知識を手に入れることはできるし、パソコン1台買ったら、 その初日から収益を得ることに対して活動を始めることもできるし、1日1時間それをやってるだけで、1年後にはもう10万円稼げてる人も20万円稼げるってる人も、パソコン買ったスマホ買ったその日からできる人もいるので、だからもういろんなことを学んで本当に、あの、簡単な金の稼ぎ方とかじゃなくて、きちんとこういったことをすれば1日に100円稼げる。 1000円稼げる。1万円稼げるっていう、それをもう積み重ねていくしかないんですよ。知識も経験もなかったら。だったら本当にやるしかないですよ。もうごちゃごちゃ言ってねえで。今の仕事が嫌なんですけど辞められませんとか、そんなこと言ってねえで、辞められる収入作って辞めりゃいいんだから。うん。それを収入なくして辞めてからチャレンジしたいですとか言ってるやつ甘えでしかないから。うん。嫌だって仕事してる人はやっぱいっぱいいるんだからさ。 うん、嫌で仕事して他に能力がねえんだったら、能力磨くしかないでしょうよ。やりながら。そうでしょ。だから、本当に大変だと思うけど、嫌だろうと思うけど、それしか能力がねえんだったら、もうやるしかねえじゃん。それがどうしてもやめたいんだったら、うん、奥さんに迷惑とかなんとか思ってんだったら、なおさらじゃん。他に金稼ぐ術を自分で磨いて学んで作るしかないでしょう。そういうことでしょ。 ちょっと荒っぽい言い方しちゃいまして申し訳ございません。まあ大変だと思うけど、頑張ってくれ。